サゲ買ってきたぞ。飲みませよ飲みませよ。よいしょ。飲みませよ飲みませよ。かっしょ。みんなもお酒を用意して、飲めない人は何か用意して。なんでだ。乾杯。最近ね、レモンサワーをちょっと飲んでまして。レモンサワーダメだね。俺もう2缶で酔っ払っちゃう。2つで2本で酔っ払っちゃう。ワインのが強いや僕は。あかんつまー。たまに食いたくなりますよね。ディリリリ。これなら声ちっちゃいって言わないでしょ。あ、動画に戻しました。皆さん、今までライブだったんですけど動画に戻しました。よいしょ。動画に戻しましたよ。ライブにすると声がちっちゃいって言われて、動画にすると咀嚼音がうるせえって言われるからな。これね、多分すげえ拾っちゃうんですよ、このマイク。音を。そう。咀嚼音うるせえって今まで生きてきて言われたことないもんだって。もう食うのやめようかなと思った。動画で。飲むだけにしようかなとも思ったけど。疲れてんだろうね。ため息が深いね。ハラミンさんのハラミンさんのため息が深いよ。花粉であんまり、今年は比較的寝れてますけど、花粉でそこまでよく寝れてないっていうのもあるんだろうな。だからこう疲れが取れてないというか、こう日中ずーっと眠い。例年よりはマシだけどね。ずっとね、全然マシですけど。ゆっくり喋りましょうよ。あのライブの中でも言いましたけど、動画に戻した理由としては、こうやっぱライブにしちゃうとコメントの皆さんとの会話が主なねものになってしまって、アーカイブ見たいよっていう人もコメントその時ね打ち込めてないから楽しめないということで、ライブのコンテンツと動画のコンテンツと分けました。で、一人酒は、やっぱりこう一人でね飲んで、その様を今鍋温めてるんですよ。楽しんでいただきたいので酒は動画に戻しました。で、火曜日にライブ、こうああじゃねこうじゃねって喋るライブにしようかなと。これもプレミア公開になってるかどうかわかんないですけど、ちょっとしてみようかな。一回だけプレミア公開に。はぁ、鍋温まったかな。なんか疲れてんな。今日のね動画がちょっとあんま伸びてなくて、このトレーニングのルーティンのトレーニングのやつがあんま伸びてなくてね、ちょっとね
皆さんお願いしますよ。面白い、いい動画だなと思ったら拡散のほどよろしくお願いします。ちょっとこのままだとね、もう動画を出せなくなっちゃいますよ。ちょっと鍋がクツクツいってるんで取ってきます。うい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 、もうそろそろな、あったかくもなってきましたので鍋もね、そろそろかなっていう。豚バラ肉と白菜と厚揚げの鍋です。うん、好きなものしか入ってない。生姜で味付けをしてます。今日はね、何の話しましょうかね。3月の上旬、序盤ということでね、世間はコロナウイルスだなんだでイベントとかいろいろね中止になったりとかしてまして、その中でもまあ無理やりやってるところもあったりとかするのかな。卒業式、卒業式のシーズンでしょ今。どこも小学校、中学校、高校、大学と。今日ちらほら街で袴姿の女の子見たから、多分あれは大学の卒業式なんだろうな。あと発生男のピアスして茶髪の発生男のスーツの、あの似合ってね大学生のスーツ見たから、あれも大学生の男の子でしょ。やっぱスーツってのは、ああいうひょろひょろの若造が着るよりもこうがっちりとしたおじさんが着た方が似合うよね。そういう風に設計されてるよね。で、卒業式ね、まあ、タイトルサムネどうなってるか分かんないですけど、卒業式本当に一個もいい思い出がないんだよな。一つもない。ある？みんな卒業式にいい思い出。ああでもあるはあるか。小学校の時の卒業式は、小学校の時の卒業式はこばーって卒業式を行われて、まあ粛々と式が進んでいくじゃないですか。わーやって、で卒業生退場みたいな、はいみたいな、バーン立ってバーって退場するときに、前の席に座ってたタン君っていう子が盛大に椅子に引っ掛けてガーンこけるっていう。いや、そんな予行演習の時一回もやんなかったじゃんみたいなこけ方して、まあめちゃめちゃ注目を浴びるっていう。それが小学校の時だな。小学校の時卒業式はそれ。で、最悪だったのは中学校か。中学校の時の卒業式が本当に、最悪で、こう一応まあ中学校ね、
友達一人もいなかったんですよ。友達一人もいなかったんだけど、まあ、一応こうサッカー部にいて、でもサッカー部といえば、まあ、皆さんのこう想像通りの、まあ、活発で比較的モテてみたいな、まあ別にそんなモテてたわけではないけど、まあ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 みたいな、そんな感じだったわけですよ。で卒業式中学やるじゃないですか、バーやって、でなんか卒業アルバムのさとことかになんかこういろんなメッセージとか書き合ってとかするんでしょ普通教室とかで。で教室、体育館の卒業式終わって教室バー行って、そういうのあるかなみたいな、あと写真とかか、写真とか撮り合うのとかあるかなみたいな、こう席、自分の席座ってバーって待ってても誰からも声かけられないんですよ。あれ俺のこと見えてないのかなみたいな、あれあ俺いるけどなみたいな、いいのかなみたいな、俺いますよみたいな、一応サッカー部で活発だった河野くんいますよここにみたいな。で誰からもそんなんなく、でじゃあ教室からももう出ましょうっつって、でこうみんな3355こう昇降口からバーってこう出てくじゃないですか。でまだ別れ名残惜しいから、小学校あじゃあうち高校みんなよ別れちゃうからね、名残惜しいから、これでも本当に会うの最後になっちゃうかもしんない同級生もいるわけですよ。だからこうちょっと昇降口出たところの広場的なところでちょっとたまって、こうなんか別れを惜しむみたいな、ちょっとこう 小集団ごとにちょっとこう別れてみたいな、わあ喋って、で俺の周りにもそういう小集団みたいななんかできるかなって思ってたけど、できないんですよ小集団が。でこの小集団と小集団と小集団があったとしたら、このちょうど真ん中のこのデッドスポットに俺がこうポツンといて、こうどの小集団も全部こう見渡せるぞみたいな、こう素晴らしいポジショニングを取っておけるんですよ。視野を確保して、すべてのディフェンダー、違う、すべてのフォワードをこうちゃんと視野に入れてこう見えてるんですけど、どの小集団も見えてるんですけど、俺のところには小集団、その小集団、3つの小集団がこうまとまって大きい集団になってわーってなるわけでもなく、俺はそのちっちゃい集団、3つの集団の真ん中のこのにこういて、こうみたいな、なんかニコニコでもなく何でもない表情をしながら立つみたいな、その謎の時間が流れ始めまして、いやあれ謎だったな、あの時間は。マジで謎で、その招集団ごとには、俺が中学の3年生高校1年生に上がるタイミングっていうのはちょうど携帯電話が普及しだした頃で、 N503i とかそういう世代なんですよ。で N503 っていうのはまだ社名はついてないのか、社名ってあれだもんね、ボーダフォンからついたんだもんね、確かね、ボーダフォンからついてたから、携帯でまだ写真を撮ってないのかな、何かしらで写真をこうみんなでこう撮りつつみたいな流れだったんだけど、誰からも河野くんには声がかからず、誰とも写真を撮るでもなく、誰とも喋るでもなく、まだ3月初旬といえばまだちょっと肌寒いですよ、肌寒い中こうポツンと一人でその集団ごとの間にできたハーフ、いわゆるハーフ、今言うハーフスペースですね、ハーフスペース、当時ハーフスペースなんて単語はなかったですよ、最近ですよ、ここ先プレミアリーグとかでね、ハーフスペースっていう単語が生まれまして、そこを生かすんだっつって、デブルイネとかダビド・シルバが
そのハーフスペースをね使うのがうまくて、でマンチェスターシティの攻撃の中心になってますけど、当時から俺はその小集団ごとのハーフスペースを使ってんだよ。最先端のサッカーだぞおい、グアルディオラ。俺を取らないか俺をマンチェスターシティに呼ばないか。ただし卒業式の日限定だけどな、俺のハーフスペースは。で、その小集団、何個かあった小集団も次第にこうみんなバーって分かれていき、帰っていき、でその広場というか昇降口の前にできた広場的なところに残って、一人最後本当残ったのは俺と龍一くんっていう、これいじめられていたこの二人だけがポツンと残るっていう。悲しかったな。でポツンと残ってたら、俺だからもうその式が終わって、じゃあ帰りましょうさようならっつって、さよならからの瞬間からもずっとその昇降口の前のホールっていうかその広場にいるから、もう先に速攻で帰ったやつらもいるわけですよ。でその全部の小集団が吐き切ったところまで俺はいるから、で一番最後にまでいるわけですよ。一人で一番最後まで一人でいる中、もう本当にとっくの昔に帰って昼飯食いに行こうぜっていうサッカー部の同級生ですよ。同級生のサッカー部の比較的仲いいだろうなと思ってたやつらが、もう私服に着替えて、制服は私服に着替えて自転車でファミレスに向かうところを、その俺はその学校の広場から あいつらどっか行くんだろうなってこう見送るっていう、そいつらとはバッチリ目が合いましたよ。本当にこれ別にあれだからね、こちらせ一人酒を取るためにエピソードをなんとかひねり出してるわけじゃないからね。本当にただただ普通に生きてたらそういう経験をしてきただけだから。だから本当に友達がいないんだと思う、マジで。で高校の時はやっと本気でサッカーをやったから、まあやっと友達ができましたけど、やっとね、それもやっとっすよ。でもそこだけですもん、友達もサッカー部だけだもん今となっちゃう。あといないもん。で高校の時の卒業式は高校の時の卒業式で、うち私服だからさ、高校ね私服だからさ、卒業式はやっぱカチッとした格好で出るわけですよ。だから女の子は袴かドレスで、男の子は大体スーツなんですけど、まあ俺はスーツだと、まあ、これ何回かラジオで話してるんですけど、でスーツ買いに行って母ちゃんと卒業式の何日か前に、で買ってネクタイも買って、で俺ネクタイ負けないから締めらんないから、母ちゃんにね、あんた負けるかいと、締めれるかいと、締めれると、もう何だって、いや締めれないわけないじゃないぐらいのネクタイ余裕よと、ああよくぞ私に聞いてくれましたと、今聞いたのかいと、ネクタイを私に締めれるか締めれないか聞いたのかいと、ああ俺は聞いたよと、締めれる決まってるじゃないかと、誰に聞いてんだいぐらいの感じでね、締めれるよって言ったわけよ。じゃあ卒業式当日俺締めれないからネクタイだけ頼むねと言ったわけです。で当日を迎えました、朝当日を迎えまして、その俺はその遅刻とか寝坊とか時間に遅れるってことが大嫌いだから、ちゃんと逆算して前日の朝も前日の夜も寝るわけですよ。でこの時間に起きれば
遅刻しないなと。でその中に母ちゃんがネクタイをもう秒で締めれるっていう計算のもとシミュレーションを立てて起きるわけですよ。で朝起きてバー飯食ったりとかして支度して、いや最後残すところはネクタイ締めるだけだってなって、でネクタイ締めてちょうだいっつってバーって言ったら、できないよって言われて、お母さんネクタイできないって言われて、マジで本当にあの時は本当にマジでこんなクソババアがと思って、てめえこの野郎と思って、できないじゃねえだろっつって、おめえができるって言ったんじゃねえのかよみたいな、言ったけどできないよって言われて、言ったけどできないってことあるんだって思いましたよねその時にね、あできないけど言ったけどできないことあるんだなと思って、てめえこの野郎っつって、じゃあもう別に学校行ってできるやつに巻いてもらうからいいけど、てめえは卒業式来んじゃねえっつって、そう来んじゃねえっつって、ああ行かないよ、お母さんも行かないよみたいな感じになったんだけど、そこで終わればいいものを、うちのクソババアは多分それをサッカー部の母ちゃんの連中に言ったんですよね。なんかこういう事情でゆうすけが来んなっつってるから行かないみたいなこと多分言ったっぽくて、卒業式にはサッカー部の同級生の母ちゃんたち来てるじゃないですか。そんで河野くん、お母さんネクタイ締めれないから来ないんでしょみたいなことすげえいじられたもん、他の母ちゃんたちに。あのクソバーバー言いやがってと思って、マジでふざけんなよと思って、言うかね果たして。しかも多分ちょっとなんか俺が悪いみたいに、で大学の卒業式は行ってないです。卒業してないから卒業してないから行ってないです。卒業してないから行ってないですね。そうっすね、うん、そうなんですよ。あ、でも一個だけいい卒業あった。 NSC の卒業だ。 NSC の卒業は良かったわ。卒業ライブはよかった。あれだけ、唯一あれだけだ。なんか、卒業っていうか、生きててよかったなと思ったのは、あの瞬間だけだ。今まで生きてきて。あとの、何時間何分何秒はずっと死んだ方がよかったっていうか、生まれてこなかった方がよかったって、今でも思ってるけど、あの瞬間だけは生きてきてよかったなと思ってる。だから、これも何回かラジオで言ってますけど、NSC、吉本ね、養成所もね、もう、ネタ見せの授業しか行ってなくて、ダンスとか、あと、ラッキー池田先生のダンス、ラッキーダンスとか、発声とか、演技の授業とか行ってなかったんですよ。俺バカ野郎、芸人、こっちから漫才した芸人だぞっつって、なんでダンス関係あんだっつって行ってなくて、ネタ見せの授業しか行ってなくて、で、ネタの選抜ライブは何回か、まあ、在学中も出てたんですけど、なんか NSC よ、吉本の養成所だよ。吉本の養成所なのになんか卒業間近になって出席日数が足りてませんみたいなこと、クソみたいなこと言われて、いやいやおい待ってくれと、ここは大学かと、そんなクソみたいなことを言う大学が嫌になって中退してきたんだぞと、 NSC に、その吉本さんまでそんなこと言いますかいみたいな、でもなんか今年から変わったからみたいなこと言われて、いやいやいやみたいな、に出席日数足りてない人は卒業させませんみたいな、つまりプロとしてデビューさせられませんみたいなことを急に言われて、おいマジかいみたいな。でさらにそのおいマジかいってなったのも、相方は真面目だからちゃんと演技の授業とか発声の授業とかダンスの授業とか全部出てるんですよ。俺が出てなくて、相方に今日の授業でそう言ってたんだけど、お前出席足りてるって言われて、いや足りてないっつって、ちょっと卒業どうすんなみたいななったんだけど、でもその達成、あの出席に足りてない人も、その卒業のライブ、ネタライブ、ネタバトルライブかで上位に入るか、卒業公演、
卒業公演に出るかどっちかを目指せば卒業させてあげますみたいなこと言われて、卒業のネタライブっていうのはいわゆる本当にネタのライブ、ネタを全組が見せてお客さんの投票とかで優勝者を決めるみたいなやつで、卒業公演っていうのもまたあって、卒業公演っていうのはいわゆる吉本新喜劇みたいな舞台劇演劇喜劇をやる公演で、これには、演劇演技選抜の連中が中心になって出ますみたいな舞台があるんですよ。で、このどっちかに出場して、演技選抜のやつらが中心になってこの卒業公演に出れればもう卒業、つまりだから演技選抜のやつら全員卒業で、このネタバトルで勝っても卒業みたいな、もしくは出席日数足りてるやつらは卒業みたいな。で、俺はこの演技選抜にも入ってないし出席日数も足りてないから、このネタバトルで勝つしかない。おやべえぞってなった時に、まあ、ネタを書いてたのは俺だから、まあ、だから本当そっからだよね。そっからちょっと本気出して、そう優勝はしましたけど、優勝して、タマリンの楽園の前のコンビね、養成所の時のコンビね、養成所の時のコンビだ、プロになった時のコンビね、の時にだからこうネタバトルで、まあ一応受けて、その時に塾でバイトもしてたんだけど、もう塾卒業しちゃった子たち、だから現役の中学生じゃない子たち、卒業してちょこちょこ塾に顔を見せて遊びに来てた子たちに、で新口の固い子たちに、先生実は吉本の養成所行ってるんだっつって、で今度ネタのライブがあるから見に来ないっつって呼んで、その時はねお客さんをね10人呼んでよかったの、各組が、各漫才師各コントグループが、で10枚のチケット持ってるんだけど、その相方が友達が一人もいないから呼べないっつって、じゃあ俺が全部呼ぶよっつって、生徒とか呼んで、あと塾の先生の同僚とか呼んで、そう、その時にだから生徒たち初めて知ったわけよ。え、先生芸人なのみたいな、吉本行ってんのみたいな、で初めて知って、急にえそんな、ね、え最後の決戦のライブ私たち行っちゃっていいのみたいな、いや行きますけどみたいな、その子たちもドキドキなわけですよ。え先生これで負けたら卒業できない、えどうすんのみたいな、で塾では面白い先生だって面白さ分かってるけど、え全然どうしよう、全然受けなかったらどうしようみたいな、全然受けない可能性もあるわけですよその子たちからすると。で俺はある程度受けるだろうなと思ったネタを持ってったからあれだけど、いざ俺らの番で出番になってバー行って、まあ、漫才したら、まあ、受けたんですよ。ダーンっつってダーンって受けて、でモニターで他の芸人たち、出番じゃない芸人たち見てたから、俺らがはけて戻ってきたら、いや受けてたよっつって、今日の中でも、まあ、1番か2番か3番には絶対入ってると思うみたいなこと言われて、ああじゃあこれは大丈夫かなみたいな感じで1番だったから、うん、でその時に優勝は3位から発表されてくる、3位から発表されて、3位は何々っつっておーみたいな、で2位は、3位が今シュンシュンクリニックっていう、あの宮本くんっているじゃん、あの医者のピン芸人の、あの子はもともとフレミングっていうコンビで、フレミングが3位だったの。3位はフレミングっつって、でフレミングめちゃめちゃ受けてたから、あフレミング3位かみたいな。で2位が女の子のコンビかな、2位が女の子の、あのね多分ねすずちゃんなんだよな、あの電車の今 YouTube かなんかやってるすずっていうとこ、 F2 ってコンビだったかな、 F2 が2位かなだった気がするな。で2位は F2 っつって、だ女の子2位来るかってなって、で1位はっつって、でうちのコンビ名が呼ばれた瞬間、やったーとは言わなかったけど、その時1年間本当にネタのことだけ考えて、毎日毎日台本考えてて、めちゃめちゃしんどくて受けなかった時もあって、舞台に立っても滑ってた時とかあったけど、その瞬間その1秒間だけ生きててよかったと思った。
今まで。その残りの33年何時間何分何秒はもう別に生まれてこなくてよかったと思ってる、未だに思ってるけど、その 一瞬だけだね、生きててよかったって思ったのはね。だその卒業は良かったですね。ただその一瞬だけだから、あとの卒業、小中高大学とかって、大学も行ってないけど、卒業式俺全部クソだから、トータルクソっす、トータルクソだと思ってください。というわけで皆さん、クソのクソによるクソのためのクソ卒業式エピソードでした。皆さんもクソ卒業式エピソードをコメント欄に書き込んでください。私がこいつクソだなと思ってニヤッとします。ご視聴いただきありがとうございました。いやー、もう一本飲もう。さよなら。